よし、どのサボンジャミネットです。集まるぞ、通実況続きやっていきましょうか。今回ですね、こちらなんかね、暗闇で光る住民がいるらしいんですよね。というわけでですね、今回は暗闇で光る住民を探していこうの回やっていきたいなと思います。なんかタイトルコール意味わかんねえな。まあそういう企画なんですけど、教えてもらったのはどうやらロボット系の住民なんですよね。ロボット系の住民は基本光るらしくって、俺もそれは普通にね試したいところ。ヘルツカモン、言われてみれば光ってるくね。あ、でも本当だ、見て、言われてみれば超光ってる感はある。で、真ん中がなちょっと明るいんですよねこれ。あ、でも持った時が一番わかりやすいな。これあんまり地上だと分かりづらいな。持った時が目見開いてんなっていうのは分かりますね。これ結構面白いかもしれん。じゃあ、ちょっといろいろ試していこうぜ。結構用意しました。ジュリーか。ジュリーとか割と光りそうじゃない？そんなことなかったな。全然光ってないな。こっち側？あーでもこうやって見てみると、このヘルツとジュリー本当に光ってんのか光ってないのかがよく分かりますね。この子やろ。ラッキー、ラッキーは割と光るんじゃない？どう？あー、まあまあまあ半分光ってるかなぐらいか。ラッキー、電気つけた方が光ってる感はあるな。真っ暗にしたバージョン。ラッキーあんま光ってないんだ。ヘルツがこんだけ光るんだったらラッキーとか光ってもいい気がするけどな。ね、目元とかすごい光りそうじゃない？ふみ太郎は？ふみ太郎、さすがにか。なんとなく目元とか光るかなって思ったけど、ふみ太郎は光らないな。ジュリーも光らない。ひのこ、この子光りそうじゃない？ひのこ、まあでもそんなことなかったな。ひのこは光らない。ロボット系だけか。博士、博士はね割と光ってくれそうなんですよ。よいしょ、どう？まあ博士はね、この目元のサングラスが割と光ってくれんのかなとか思ったけど、目元のサングラスを、あーでもメガネにしてもそんなに光ってないな。あ、これよくよく見てみたら目が手になってる。空中に浮かされた時保つ、発光しない。なんか色的に発光しそうですけどね、保つとか。さすがにそんなことなかったか。じゃあガチャは、あー、ガチャはさすがに光るか。これ夜中とかにさ、自分の島に住んでたら結構綺麗そうじゃない？ロボット系の住民ほら。でもラッキーくんは割と光ってる判定に入れてもいい気がするんだよな。俺的には半光ってるって状態じゃない？まあでも明かりつけた時がこれだからな。そう考えたらちょっと微妙なライン。亀山さん行こうぜ。亀山さん、あ、光らない。カメレオンな亀山さん、さすがになかったか。なんかね、スピカちゃんは割と光るらしい。どう？あ、でもちょっと光ってる。若干光ってる、スピカちゃん。他の住民たちに比べたら光ってる感はありますね。完全に暗い状態でこれか。空中に浮いてもらったら結構わかりやすくない？もうちょっと暗いやつないかな。黒にしました。黒を床に貼ると、これだったら分かりやすいんじゃない？あー、まあまあ確かに光ってる感はある。ジングル割と光ってそう感はある。うん、微妙。ロデオとかどう？ロデオはね、目元絶対光ってる気がするんですよ。あー、でも光ってるか。あ、光ってる気がする。空中に持ち上げたら分かりやすいな。ほら、割と光ってるくない？え、目見開いてるだけかなこれ。割と目元が明るい系の住民は光りそうですね。もうちょっと発光させていきたいぞ俺は。この子とかどう？アミーボではありません。お前アミーボじゃなかったのか。出てこい。どう？ベルリーナ調子は？光らねえな。お前が一番光ってほしいんだけどな俺的には。お前光らない。まあでも光ってる判定入るとするならば、まあこのロボット系の住民と、まあラッキーくんも割と入ってそう。まあスピカちゃんはまあ半々ラインで、このロデオくんは
割と光ってるんじゃないかなというのがですね、今回の検証内容でした。まあ、ぜひぜひね、皆さん自分の島に住んでるっていう方は試してみてはいかがでしょうか。今回はこの辺でやっておきます。バイバイ。なんか耳ばかり注目してたけど、手と足すげえ光ってんな。